私の妹は13歳の時に妊娠した。妹は内々で処理しようとして、学校でカンパを募ろうと画策してた。しかもなぜか一人1万円。しかし中学生にとったら1万円なんて大金だし、友達でもないクラスメイトってだけのやつに払いたくないって子が数人現れた。その親伝いに問題となり、妹の妊娠はあっけなく親にバレた。確かに本当に妊娠していたようだ。相手の男もすぐに見つかってすぐに家族会議が始まった。相手の両親は平謝りで男は恐縮してた。相手の男の子は、すぐ就職して。そもそも中学生。家庭を持ちたいと思うほどは妹のことが好きではなかったらしく、降ろしてくれ、とお願いしてきた。しかし妹は大暴れして、結婚する、子供産む、と言い始めたので、観念させるつもりで、出産は股が裂けるほど痛いし、死ぬこともあるけど、と母が脅した。すると妹は、痛いのも死ぬのも嫌だ。でも降ろすのも怖い。って言い始めた。そもそも内々で処理しようと、病院で降ろすつもりだったんでしょ?と母が言うと、図星を突かれた妹がもごもご言っていた。妹の魂胆はどうやら、運が良ければ、勝手に流産してくれたら集めたお金で遊べる、と考えていたらしい。確かに自然に流産すれば手術代も入院代もいらないわけだし、カンパしてもらったお金がまるまる手元に入ってくる。クラスの人数がどれだけいるか知らないけれど、半ばカツアゲのようなこともしていたようだし、中学生にしては相当な金額が妹の懐に入ってくることになる算段だったんだろうね。今自分の状況を理解しているのかしていないのか、あまりにも楽観的な考え方をしている妹に、そこに居合わせた私家族はため息しか出なかった。そして結局、手術することになった。いざ処置が始まるとなると、不安に駆られたのか、お母さん、私を産んでよかった?なんて聞き始めた。妹はもともと芝居かかった喋り方するけど、本当に安いドラマみたいで、見ているこっちが恥ずかしかった。でも母親は、そんな妹に惑わされることなく、ガキがガキ作るように育つなら、産まなきゃよかったわ。と処置前の妹の言葉をバッサリ切って、妹はメソメソしだした。さすがの妹も処置が始まるとなると、いやだー、怖い、と暴れだし、今にも逃げそうでちょっと心配になるほどだったけど。でもやっと終わったと思ったら、案外楽勝だった、とヘラヘラしていた。そして処置が終わり、家に帰ると今度は、みんなにバレてるから学校行きたくない、って言い始めた。そこで親が無理やり通わせるも、脱走したり、夜遊びするために、夜中に3階からベランダ伝いで降りるなどして、妹は次第にアグレッシブ化していった。そして18歳になる頃には、お金に困った時にしか家に帰ってこなくなった。両親も何度も咎めていなくなる度探して回ったけど、遊ぶ場所も範囲も広すぎて特定できなかった。いろんな男と同棲始めたりしていたらしく、子供ができる度にまとまったお金欲しさに、のこのこ無心しに来ていた。本当に命をバカにしているというか、救えない妹だったと思う。あまりにも妊娠ということを軽く考えすぎていて、安易に退治するので、否認してもらいなよ、なんでそんなに同じ過ち繰り返すの?と一度私が聞くと。お姉ちゃんは彼氏いないからわかんないかもしれないけどさ、そんなこと最中に言ったら、雰囲気壊れちゃうじゃん。と信じられないような言葉が返ってきた。妹にとっては、子供ができることより、セックスの雰囲気を保つことの方がよほど大事なことらしい。私は言葉を失ったが、さらに妹が、あと、おろすのなんて楽勝だから、と言ってのけた。とても妹が同じ人間とは思えなかった。初めて退治した時は怖いと言っていた妹も、お金さえ出せば簡単に自分の体の中からいなくなると分かって、子供を下ろすという行為に何の躊躇もなくなっているようだった。そんな妹でも、やっぱり将来子供が欲しくなった時、後悔すると思ったので、そんなに何度も下ろしていたら、いつか本当に子供が欲しいってなった時に子供できづらくなるよ、と言ってみたけれど。子供なんていらないし、それに子供なんて嫌でもすぐできるって、と妹は笑っていた。何度退治しても簡単に子供ができてしまうから、妹は本当にそう思っていたんだろうと思う。その後もずるずるとこんな生活を続けていた妹が、23歳の時に突然、結婚しますと47歳の男を連れてきた。当然家族はびっくりした。なんせその男は妹と倍以上年齢が離れていたのだから。でも妹が結婚すると言ってきたのは初めてだったので、両親も私も受け入れることにした。
その時も妹はまた妊娠していたが、どういう風の吹き回しか、今回は出産することにしたようだった。相手は妊娠させている上に年齢差もあるので、怒られるかもとかなり緊張していたけど、私家族は歓迎モードで迎えたので、相手の男は感動していた。娘とはでき婚でなくても、結婚する気だったのか?と父は相手に何度も聞いた。すると相手は、もちろんです。順序が間違ってしまい。と相手はテンプレ返していたけど、彼は父の本意を理解してはいなかっただろう。正直妹は我が家にとってはジョーカーのような存在。とにかく誰かの嫁にでもなり、どこかの家庭に収まってほしい。で戻りも勘弁してくれと皆思っていた。そんな妹が、結婚すると男性を連れてきたのだ。賛成しない理由はない。妹はすでに向こうの両親と2世帯住宅で暮らすことが決まっていて、専業主婦としてやっていくらしい。妹は中卒で職歴がなく、フリーターな上に、無資格なので、外に稼ぎに行くよりはその方が向いているだろう。私も婿取りして家庭を持っているし、親も部屋を整理して妹の部屋はない。しかも相手の男といえば、数年で介護が始まる両親持ち、高齢子とめ、精神疾患持ち、が2世帯とはいえ同居確定してる人に、国産で20代前半の美人、身内の欲目かもしれないが、の嫁をもらえるんだからいいだろう。でも妹は結婚式を終えて数ヶ月後、あっけなく流産してしまった。妹にはさすがに言わなかったけど、両親も私も頭の中の片隅では、過去の度重なる胎児が原因だろうと思った。妹の前でも、以前私がその話をしたこともあるし、もしかしたら妹も今になってやっぱり後悔しているかもとも思った。でも私たちも、本当に妊娠してほしくないわけじゃない。昔はなんであれ、ちゃんと結婚して暮らしてるわけだし、妹のところに赤ちゃんが来てほしいなと思っていた。でも妹はその後もなかなか妊娠に至らず、ついに不妊治療を開始した。それから10年が経ったが、一向に妊娠する気配はなかった。妹はすでに33歳になっており、もともと年の離れている結婚だったこともあり、旦那さんは57歳になっていた。うちの子が50過ぎだから仕方ないのかも。と向こうの親は申し訳なさそうにしていたけど、さすがに私の両親も、妹の過去の度重なる行為が原因の可能性が高いとは言えず、なんとも気まずそうだった。それでも妹と妹の旦那は、子供なしでも十分幸せだよ。と言っているらしいが、妹は40歳まで不妊治療を続けるらしい。中学生の時に子供を妊娠して、子供を授かるということを、あまりにも軽く考えていた妹は、今何を思っているんだろうと、たまにふと考える時がある。若い頃の自分を叱ってやりたいとか、もう一度時を戻せるなら戻りたいとか、私たちの前では言わないけれど、妹なりの葛藤があるはずだ。正直、長い間不妊治療を頑張っているようだけど、できないようなので、妹夫婦には子供はもうできないと思う自分もいる。でも諦めなかった人に、奇跡という言葉があるように、もしかしたら、と思っている自分もいる。妹のことを人間じゃないと思ったこともあるけれど、年の差婚というハンデがあるにもかかわらず、夫婦仲は確かに良さそうだし、どうかこのまま妹の婚姻が続いていってほしいと、家族一同切に願っている。